はい、おはようございます、秀丸です。今日はね、ちょっといつもと違うでしょ、背景ね。ここ今来てるところが、香川県のニオマリーナっていうところに来てます。なんで来てるかっていうと、視聴者さんのね、船、今後ろに見えてるこちらなんですけど、これにね、まあ、乗ってもいいよ、ちょっと撮影来てもいいよっていうお声いただいたので、まあ、ちょっとこちらにね、お邪魔したというところなんですけれども、じゃあ一旦ちょっとオーナーさん入っていただきましょうかね。あ、おはようございます、団長です。ということで、団長さん、この団長なんですけども、まあ視聴者さんと言いつつね、何年来ですかね。そうですね、もう10年以上になりますよね。あの、もともと私が岸からね、やるメバルに非常にハマってる時に、まあ知り合いにならせていただいて、ずっとお付き合いをね、していただいているという、ね、視聴者さんでもあり、窮地の中というか。そうですね。はい、ということで一旦ちょっとね、外観ぐるっとやっていく前に簡単にね、船の紹介していただきたいんですけども、これなんていう船ですかね。これね、日産のジョイフィッシャー 23EX2 という船です。購入して15年ぐらいになります。あ、そんな乗られてるんですね、はい。船底自体は23フィート。そうですね、23フィートです。で、エンジン、ちなみにホンダの4ストロークの115馬力になります。船足ってどれぐらい出ます？そうですね、マックス回して29ノットぐらい。あ、結構出ますね。そうですね、出るか出ないかぐらいだと思います。ちなみになんですけど、私の SRX ですね、あれはだいたい19フィートぐらいなんですけど、同じ115馬力エンジン積むと、まあ、同じぐらいなんですよね。29ノット、うん、引っ張っていって29っていう感じなんですよ、うん。ということは結構これも船足早い線形ってことなんですね。そうですね。ということで、じゃあ早速まず外観の方ぐるっと見せてもらって、あとちょっと中見せてくださいね。はい、どうぞ見てください。はい、じゃあお願いします。ということで、船体をね、まず外観からぐるっと見ていこうと思うんですけれども、当然今回日産マリンの設計になるので、まあ、ヤマハのお家芸ですね、ウェーブスラスターブレードっていうのはなく、スタンダードな線形をしているといった形です。ぐるっとしていきます。非常にね、ここのこの限定の高さがね、あるので、スタンディングでの釣りが非常にしやすいんじゃないかなと思います。ちなみにエンジンがこういった形で、日産マリンのね、エンジンなんですけど、これね、実は中身はホンダ製なんですね。このシルバーが特徴のエンジンになります。馬力はまあ115馬力4サイクルっていうところですね。よし、じゃあちょっと中の方にお邪魔します。はい、ということで今ね、中の方に入ってきたんですけれども、やっぱり23フィートっていうことで、デッキがね、めちゃくちゃ広いんですよね。ここがね、後ろ側の端なんですけども、で、ずーっと、だいたいここのね、キャビンの前側、ここでもう約2メーターちょっとね、あるので、まあ、釣りに行くとき、タックルボックスなんかももう気にすることなくね、どん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 置いていくこともできるなという感じです。印象的なのがね、非常にね、収納が多いんですよね。ちょっとね、中好きに開けていいよって言われてるんで、ちょっとね、お邪魔させていただいて、まずはここですね。ここがガソリンタンクと、あと後ろ側のアンカーですね。まあ物置として使われてます。で、あとこことここに、まあ、ロッカースペースがあるんですけど、こちら側バッテリーボックス、反対弦はここも物置ですね。で、両弦の限定のところにストレージが切ってあって、キャビンですね、ここが、まあ、3面ガードの形になってます。で、こういったね、サイドのこれ意外とね、使い勝手が非常によくて、おすすめなポイントですよね。で、操作系で言うとワンレバーですね。で、チルトのアップダウン、ここについてます。で、それからステアリングにステアリングノブと、これやっぱね、あった方が使いやすいですよね。計器類はというと、ガソリンメーターとチルティングメーターで回転数っていうところですね。あとはスイッチ類の警告灯と、このバッテリーとエンジンの警告灯ってところですね。で、この辺のスイッチ類があるといったところで、定員は10名。あとは、中こんな感じですね。非常に綺麗で広く偽装されてます。これちなみにね、オプションではなくって自作されたっていうところらしいですね。は
い、ということで、まあ、どれくらいの広さがあるかっていうのを寝っ転がった方がね、多分分かりやすいかなということで、ちょっと失礼して、これかなりね、奥行きは広くて、見た目ちょっとここで終わってんのかなと思ったんですけど、これ足はね、ずっと奥に入っていけるんで、私が今177センチなんですけど、それで膝丈ぐらいまでね、奥にズボッと入っていきます。なのでこの状態でこうやって寝てしまうと、この頭からこの正室の出入り口まで言って50センチぐらいはね、余裕に取れるんで、かなりね、快適性は高いです。でちょっと前の方に行ってみます。でここのサイドレールのところにロッドホルダーをね、偽装されて、このシリコンのね、このスポンジホルダーもきちっと入ってますね。でここがね、フォア側、前側なんですけど、これは多分アンカーストレージ、はい、こんな感じ、アンカーストレージ、パワーウィンチですね。で前から見るとこんな感じで、ここにね、なんか面白そうな偽装品が1個あって、これはちょっと後でね、オーナーさんに聞いてみます。それで前側のここもストレージボックスみたいですね。あ、これストレージじゃないんだ、これキャビンの、これなんて言ったらいいですかね、キャビンの、でもここから空気取れるんですね、へえ、面白い作りになってますね、これ。であるとね、非常に便利なのがこれ、ドリンクホルダー、これ純正ですよね。純正です。すごいこれ便利な装備が入ってます。はい、でちなみにフォアのフロアの長さでいうと大体1メーターぐらいなんですけれども、2人で釣りをする分にはここに1人とこちら側にもう1人っていう感じで、バーチカルで釣りをする分には2人十分釣れるかなと。でキャスティングになるとやっぱ1人が限界っていう感じですかね。そうですね、まあ順番で投げるとか。そうですね、外観の部分でいうと追加偽装はオーニングですね、と後ろに今ピンと立ってるスパンカー。スパンカーの効きどうですか、団長、これ。結構横に滑ったりとかします。風には立つけど滑りやすいとか。ちょっとね、あの漁船タイプではないので、多少はね、やっぱり流れます。なるほど。これがレーダーリフレクターですね。まあ、今畳んであるけど、これ後でピンと張って海に出る。これが GPS のアンテナになってますね。で、ぐるっとして、今これで一周といった形ですね。であとここの部分にもストレージが切ってあるんですよね。ここも大きな物入れが入ってます。団長、基本はスタンディングでやるんですか、いつも。そうですね。じゃあとりあえず後半出たんでやっていきますね。団長、いつも常用ってどの辺使ってますか。4500ぐらいですか。そうですね。じゃあちょっとスピード上げていきます。大丈夫です。
大丈夫です。はい、さあ全開いきます。7ノットくらいですね。で、5500まで回ってます。じゃあちょっと今回もオーナーの団長に許可いただいて着岸作業やっていくんで、 SRX とこの船の違いっていうのがお伝えできたらなと思いますんで、ちょっとやっていきます。じゃあ左舷につけていきますね。いつも通り桟橋に対して45度で入れていくので、だいたいこの初めての船乗るときってこの着岸が一番ドキドキするんですよね。だいたいじゃあ反対かけます。はい、お疲れ様でした。